彼のギターはとても特徴あるギターをヤロッピングちょっとやってみてくれる何か。ヤロッピングですか。ね、日本でもこんな弾き方できる人はそんなにいないという、そういう弾き方、何が違うかちょっと見ててください。しばらく1分ほど、どうぞ。今簡単に言うと何をやったの？簡単に言うとですか。簡単に言うとですね、簡単に言うとですね、こうギャロッピング奏法っていうのがねあるんですよね、ギターでね。僕すごい得意で、アメリカのカントリー発祥なんですけども、まあここにこうつけてますよね、親指ね、つけてて、一人三役やるんですよ。ベースの低いね、低い音を出す人と、で後ろのギターでも何でもいいですか、あと伴奏してる人が二人目で、うん。とかってやってる人と、もう一人主旋律をするメロディーを歌う人、例えばそうだな、まあ、そうだな、ウラッティタッタエウテルドゥバピパプベビュパドゥドゥみたいなメロディーがあったとしたら、全部一人でやるんですよ。ビール飲みたいですね。